これじゃまたです。レンです。今回、はい、本日は久々のサムシティスクールウォーズっていうね、まあ、いわゆる、まあ、サムシティの、学生の大会なんですけど、はいはいはい、なんかサムシティで出てるトモとかも前ですね。そうだ、トモといたね、あいつ結構上手いやつらが揃ってる学生の大会ということで。そうだね。それでまあ一応あのエキシビジョンマッチっていう形でね、はいはい、僕ら出させていただくんですけど、はい、まあ、助っ人ね、一人呼んだんで、まあ、後で紹介するんですけど、はい、じゃあ助っ人めちゃめちゃ助かる助っ人ですか。助っ人ね、あの最近の動画でも出てた噂の東京代表の、はい、あの方をお呼びしたんで、お楽しみに。でまあじゃあもう入ってみます。一旦行きましょう。まあ、こんな感じでもう始まってます。彼、助っ人の斉藤志音くんです。今日は八王子から来てもらっちゃってバチ遠いんですけど、ちょっとやってくれるということで、今は八王子、東京の代表とかも出て、選抜めちゃめちゃうまいのよ。スリーも打ててダンクも軽くいけちゃう。彼を今日助っ人で用意したんで、皆さんこちらチェックよろしくお願いします。ということで、よろしく。レポートクラブ、俺の横校の後輩、危ないやつって。なんか、ジュニアになったらしい。仲間だからね。俺も地味にヘルニアかかってて、こいつも後輩だからヘルニアかかっちゃったらしくて、今バスケはできない。エキシビジョンマッチなんですけど、相手がそのなんかいろんなチームから上手い人たちを選抜して、まあ、オールスターみたいな選抜チーム対スワックで今回やるということで、面白かったりいいプレーあったらチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。それではちょっとアップしていきます。レッツゴー。
ここで抜かれるなよ。OK。皆さん、この3人に大きな拍手をお願いいたします。本日は来ていただきありがとうございます。お疲れ様でした。とりあえず4戦やって4勝、なんとか4勝。で、どうでした学生チーム。なんか最後の最後みんなもう分かってると思うけど、最後の決勝点、あれなんですか。まあでも最後点取ったんで、勝ったんで、はい、危なすぎでしょあれ。そうそうそう。じゃあまあとりあえず、はい、表彰できたということで、まあまだなんか大会系、はい、e ブックさんとか、そう、まあいろんな大会出るから、ちょっとまだ YouTube 撮っていこうと思います。お願いします。そちらもチェックよろしくお願いします。お願いします。ちょっとビッグな、はい、あの動画もこれから後々上げようと思ってます。これね。スワックの YouTube 界史上最高の最高ビッグゲスト天井を突き破っちゃいました今回。そちらの動画ちょっとお楽しみにお待ちください。皆さんチャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。ということで、また次の動画でバイ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 。